グレンヘッド駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベイ支線の駅である。この駅は公式には、ニューヨーク州グレンヘッドのグレンヘッドロードと、スクールストリートの交差点にある。しかし、駐車場は、線路の東側では、グレンヘッドロードとローカストアベニューの間、線路の西側では、グレンヘッドロードとウォルナットアベニューの間で利用、可能である。 グレンヘッド村は1865年1月23日から1867年まで、グレンコーブ支線の最初の終点ヘッド・オブ・ザ・レールズであることから名付けられた。その駅は1888年5月に改築され、1961年の中頃に再度改築された。この駅は、高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効調は4両である。 一番線に隣接する西側のプラットフォームは通常南行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。二番線に隣接する東側のプラットフォームは通常北行きまたはオイスターベイ行き列車が使用する。オイスターベイ支線は2線である。踏切から見たグレンヘッド駅。ありがとうございます。